そこの君一緒にトレーニングしない素敵な人は心身ともに健康な人に惹かれるんだよ。私ね、イブっていうの。素敵なお嫁さんになるために毎日特訓中このトレーニングが素敵な旦那さんに見初めてもらう大切な一歩なんだ。早朝のランニングっていいよね。あ、君本当にわかってるの この時間帯に走る人はね、ちゃんと運動してる素敵な人が多いんだよ。あたしの健康的な走りに気づいてもらうチャンスってわけよいい遅刻しそうな時に一番信用できるのは自分の足なんだからね。乗り物の上で走っても早く着かないんだよんあれまあいいや走るよ お昼ごはんも出会いのチャンスたまたま相席になってそれがきっかけになんてこともー。だ、だからってサラダとパンしか食べてないわけじゃないよ。ちょっとお腹すいたけど、我慢我慢この誘惑に打ち勝ってこそ素敵な未来の旦那様が惹かれる健康的な体を維持できるってものよね。 お布団に入る数時間前にストレッチそれと腕立て腹筋背筋スクワットをうーんー5セットこれも見染められる素敵な体作りのためおにゃほへーあらやだあなたったらもう素敵な 筋肉、あふんにゃんふよ、ほっふんこの、スクワット、もう、可愛いお嫁さんとして、あたしを、もらってくれる、素敵な、旦那様の、ため君、ちょっと姿勢が良くないよ。 そうだ、一緒にトレーニングしようよ。いいでしょ、このリボン。似合うよって言ってくれる人が理想だけど、まあ、これは趣味かな。もう、君には健康度合いが足りないみたいね。健やかさが欠けると理想の人には巡り合えないよ。あ,あ、この装備にフリルつけたら可愛くない あに興味があるのねなんかお見合い写真見られるみたいでドキドキー。み、魅力も上がったよね素敵なお嫁さんになるための立派な一歩トレーニングの成果だねあとは、相手探しははーそれー よ。邪魔しないでよ行くよいいかなトレーニング不足ね怠けてるからだよ素敵わっわもうああ私の幸せがちゃんと見ててくれ これも花嫁修行の一環なんだから君ねえあのねうわぁもうやめてよええぇーうえぇー ありがとう。ごめん、なさい。やったー。はー、あ。仕方ないな。 早朝のラインああ、この装備にフリルつけたら可愛くないえ男の人って強い女の人が好きなの家事全般できますあとはどんなアビリティがあれば素敵なお嫁さんなのもっと素敵にして このゾービにフリルつけたら可愛くない